こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。大腸がんと脂肪のお話です。肺がんとともに急速に増えているがんが大腸がんです。大腸がんはがんの中で食べ物との因果関係が割とはっきりしています。もちろんポリープや形質のできやすい遺伝的体質や腸内細菌層も関係していますが、大腸がんの最大の原因は脂肪の摂りすぎです。40年前の日本の脂肪摂取量は1日 26g でしたが、5年前の統計では 60g と倍に跳ね上がっています。この摂取量とまさに正比例するようにがんが増加しているのです。この食の欧米化により、同時に食物繊維の量も減少してきました。この2つのうち動物性脂肪がプロモーター促進因子で、食物繊維はインヒビーター抑制因子として大腸がんに関与していることが明らかになっています。動物性脂肪と大腸がんとの関わりは、小腸で吸収された脂肪は肝臓でコレステロールを経て胆汁になり、これが胆道に蓄えられます。また脂肪をたくさん摂取すると、それだけ多く胆汁が十二指腸に放出されますので、相乗的に胆汁酸の量は増量されていきます。大腸がんの多いアメリカ人の便中胆汁酸量は日本人の3倍あるというデータもあります。この胆汁酸が大腸の中で悪玉大腸菌により二次胆汁酸になるのですが、これが大腸がんを促進する作用があるのです。がんの中では早期に見つかると存命率が非常に高く、検診の効果もあり、最も予防しやすいがんとも言えるのですが、肛門からの検査に対する抵抗や症状が痔に似ていることがネックになって、発見が遅れるケースがあります。では本日の話はこれで終わります。